福島知らなかった大使松岡茉優です。震災から10年ということで、風評被害を取材として風化を止めなくちゃいけない。それだけじゃなくて元気になる福島をしてもらえるように頑張りたいと思います。見て聞いて福島知らなかった大使松岡茉優です。震災から10年ということで風評被害を取材として風化を止めなくちゃいけない。それだけじゃなくて元気になる福島をしてもらえるように頑張りたいと思います。見て聞いて感じて、これが福島知らなかった大使のとても大事な素敵なお仕事になると思います。精一杯知らなかった大使を務めたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。Thank you.